各企画での 17.5mm フィルムの形態の違い。画像中、1倍角は1バータクの誤り。17.5mm フィルムは映画用フィルムの企画である。1926年にフランスのパテ社がアマチュア映画用の小型映画の企画、パテルーラルに採用したことで知られる。1898年にバートエーカーズが イギリスで開発したバータックが最初である。スタンダードな映画の企画である 35mm フィルムのちょうど反剤サ,サイズであり、世界初の小型映画の企画である。1937年に日本のミスズ商会が同幅のフィルムを写真用に導入している。写真用フィルムミゼットフィルム1885年にアメリカ合衆国からイギリスロンドンに移住した。 バート・エーカーズは写真家であったが、1895年には映画の撮影機、キネティックカメラを開発、映画作家になり、その過程で1898年、家庭用の小型映画の撮影、副写、映写の兼用機とそのためのフィルム企画、バータックを発表した。幅 17.5mm の世界初のフィルム企画、バータックは、 パーフォレーション穴が1フレームあたり2個の片側先行タイプであった。翌1899年、同じくロンドンのアルフレッド・ダーリングがアルフレッド・レンチと共に映画の撮影、副写、映写及び写真撮影の兼用機、バイオカムを開発、アマチュア及びセミプロ市場向けとした。バイオカムのフィルムはパーフォレーション穴が1フレームあたり1個のフレーム間、先行タイプであった。 さらに翌年の1900年には、同じクロンドンで W.C. ヒューズがラペティートを発表。これもバイオカム同様、フィルムはパーフォレーション穴が1フレームあたり1個のフレーム間、先行タイプであった。1902年、ドイツドレスデンのエルネマン社が撮影、副社、A 社兼用機、機能、発表。1904年には機能2を発表した。これもフィルムは、 パーフォレーション穴が1フレームあたり1個のフレーム感、先行タイプであった。1905年には、米国、ニューヨークのイコノグラフ社が、イコノグラフを、発表、大量生産を行った。これもフィルムは、機能のものによく似ていたとされる。1912年、ロンドンでディオスコープが発表になる。このフィルムは、パーフォレーション穴が1フレームあたり2個のフレーム感。 先行タイプであった。1917年にはコダックの所在地であるロチェスターでムーベットが発表になり、このフィルムはパーフォレーション穴が1フレームあたり2個の両側先行タイプであった。1920年にはオーストリアでクルーが発表され、フィルムはパーフォレーション穴が1フレームあたり2個のフレーム間先行タイプであった。1926年パテシャが パーフォレーション穴が1フレームあたり1個の両側線とタイプのフィルム規格、パテルーラルを発表。1932年には高角サウンドトラックを導入して陶器化したがさほど普及はしなかった。米国のコダックが1921年には 16mm フィルム、1932年には 8mm フィルムを発表し世界流通を始めていた。 統合堂のミゼットフィルム用写真機ヒット。1937年、日本のミスズ商会が、同幅のフィルムを写真用に導入、超小型写真機、ミゼットと共に新企画、ミゼットフィルムを発表した。同企画は、第二次世界大戦終了後しばらくまでの間、日本の超小型写真のスタンダード企画となった。裏紙付き、無穴のロールフィルム、画面サイズ、 1414mm 版の正方形10枚取り、ありがとうございます。